リューチェル結婚してよかったって本当に思うようになった。運命の人なんだなって思うし、お手紙書こう。じゃ あ、 お互いにお手紙書こう。お手紙やばい、字綺麗だよね。よいしょ。僕も白にしたらスタジオ面白かった ね。でも今日似合いだね。クリスマスみたいね。クリスマスみたいになっちゃった。ちょっと早いね。普段お互いに思い合っているなと感じる瞬間エピソードは、食器洗いしてくれる、本当に思ってくれてるなって思う。なんかさ、人の中でこれだけはしたくない、これだけは避けて生きていきたいみたいなのあるさ。もうありまくり。食器洗いだもんね。もういっぱいある。他にも結構いろんなことを犠牲にして食器洗ってくれるやん。そういう発作なんか睡眠時間とか、すっごい優しいなって思うし、私のことを思ってくれてるなってめっちゃ思う。最近食器洗いいっぱいお願いしてくれるから、すごい上手になって、もう蛇口までもピカピカにするもん流。もういろいろ、もう排水口の掃除とかすっごい上手になって。そう、ありがとう。今朝もしてくれたもんね。今朝もしたよ。この人と結婚してよかったなと思うところは？いっぱいあるね。優しいし、タイプやし、本当に心が広いから、子供ができて余計にリューチェルと結婚してよかったって本当に思うようになった。だから私でもまだまだ息子がいるというこの環境の中で、息子よりも自分の気持ちを優先してしまうことがもう 80% ぐらいあるわけ。でも、もうリューチェルは全然自分は後回しで、息子のことももちろんし、私のこともめっちゃ考えて最優先にして行動してくれるから、もうそういうところが本当に良かったなって思う。結婚して別にしてあげてる感もリュウは感じないから、そこが逆に良かったなって、運命の人なんだなって思うし、みんなが思う幸せの形とか愛の形とかって、結婚してズレを感じる時ってみんなあると思う。お互い若いうちから出会ってたから乗り越えながら、2人のツボとか幸せだな嫌だなって思う感覚が合うから、喧嘩してもこれが嫌だったんだなって時間が経ったら絶対に分かる仲、っていうのことタイプって言ってくれたさ。だけどちょっと隠してた時もあったわけ。自分のなんか好きなものを全部知られたらペコリに嫌われるかもみたいな。例えば、まあ、スピリチュアル、瞑想大好き、ジャパレゲ聞いちゃうとか、そういうところを隠してたじゃん、流出会った時とか、それとかを知っても好きだなって思ってくれた。面白いもんだって、優しい。別にそれを私もやるとはごめんけど一切ならないけど、満月だ今日だから頭痛いんだとかさ言い出すけど、結構そういうの苦手だもんね。全然ないし、ちょっとはって気持ちの問題だろうってしか思ってないけど、それを言っても、笑ってくれるわけ。あれ傷つかんし ね、 そうそう、だからいい。ひどい、この人満月と新月もわからないみたいな言われたらちょっとあれやけど、そうそうそう、今年のいい夫婦の日どうやって過ごしたい？みんな何してんのやろ、いい夫婦の日って。お花渡したりしてんのか。いつもと違うことね。そうやな、したいなって思うかな。お手紙書こう。じゃ あ、 お互いにお手紙書こう。お手紙やばい、字綺麗だよねなんなんめっちゃじゃあお手紙書きます。はい、2人の仲直りの秘訣は、こういうことが嫌だったのみたいな話をしたときに、それに対して納得する納得しないの前に、まず嫌な思いをされてしまったことに対してごめんねって言ってくださいって思うの、いつも言ってるけど、私もリューチェルに対して大事にしたいし、大事にしてほしいし、そのごめんねがあるだけで全然違う、とりあえずごめんねって。一緒に住んでたら余計にさ、それは僕も意識してるところかもしれないです。あとあれだ、ずっと引っ張らない。喧嘩し終わった後、ほんとこういうところあるよねとか、絶対音が言わないと思うし、なんかまただみたいなのはあんまり言わないようになんかなってるよね実はあの時も思ってたけどとか、いや、ほんなその時言えよっていうこととかはしんひんようにしてる。結婚してパパママになって、お互いの関係で変化したことはある？そんなにいい意味で変わってないと思います。一つ変わらないように気をつけたことは、パパとママって言い合わないとか、
呼ばない。みんなパパとママって言い合うようになったりとか、うん、それもそれでお互い、あ、そうだよね、ママ、パパっていう責任感みたいなのも出てすごく素敵だと思うんですけど、僕たちは二人になった瞬間カップルに戻れる中で入れた方がお互い幸せそうな気がしたので、うん、そういう感じに、ね、なったよね、うん、変化したことだからあんまないよね。これからのお互いの夢ややりたいことは、ちなみに僕はお仕事っていうことに関しては夢を叶えたことってそんなないと思ってて、それこそ最近本も出したんですけど、本も夢じゃなかった、思ってもなかったし、てかテレビ出るなんてそんな続くなんて思ってもなかったことが、え、いいの？こんな僕にありがたいって感じで突き進んでいっちゃってて、ショップ店員になったのはやっぱり沖縄でお店を出すっていう夢があったからで、僕は夢を作らずにそれがうまくいってきた生き方をしてきたので、独立もしたし、自分の中でちょっと目標を定めてやっていくっていうのも学んでいきたいなと思うので、今までやったことない仕事どんどんやっていきたいなっていうふうには思ってて、そしていつまでも家族ファーストな仕事のスタイル、人生のスタイルをちゃんとできるような、そのために立派な芸能人でいなきゃなっていうのは思っています。じゃあそれで2週間ぐらい休み取ってもらって、うん、ちょうど 家族でフロリダに行きたい、うん、あ、いいね。俳優さんとかってさ、役落としとかで2週間ぐらい海外行ったりするって、ね、やんのそれタレントってそういう、何落とす、こういう風にみんなの前で話すのってなかなかないさね。普段からありがとうとか、うん、なんか伝える意識はしてるけど、うん、やっぱこんな具体的に言葉にすることってやっぱないからね、こういう機会を与えていただかないと、うん、だからすごいありがたいです。そう、久々にやっぱり2人でお仕事したら楽しいなっていうか、うん、いつも言ってくれるよね、それすごい癒される時間になったね、うん、楽しかった、うん、本当にありがとうございました。